どうも、ヨヒューキョです。シン・メガミ転生4の実況プレイです。どこに行けばいいかさっぱりわかんなかったんですけど、コメントさんで教えていただきまして、ここで会話するといいって。じゃあ。儲かってる？お前さん、ここらじゃ見ない顔だな。これから当たり引いたかもしれないぞ。NPC に話しかけないと話が進まないっていうゲーム、なんていうか昨今珍しいよね。もう10年くらいそういうゲームやってない気がするんだけどね、僕ね。よかったらお前さんの故郷と東京に来た目的聞かせてくれよ。ロマンサガ2とかそういうゲームだったよね。スーパーファミコンのゲームそんな感じだった、確かね。出たぞ。じゃあ話しておきますか。話せない選んだけよかったな、失敗したな。なるほど、要するにお前さんは今悪魔討伐隊の基地に行きたいわけだな。そう、それそれ。悪魔討伐隊の基地はここから南の川を越えた霞ヶ関にあるよ。南か。東京中の橋はアシュラ海が壊したから川を渡るのは難しいな。なんで壊したんだ。ピアレー退治ってクエストがあるからやってみちゃどうだい。ピアレイ。忍びがちの男は袋から取り出した何かをメリンに向けてきた。いきなり上野を訪れ、我が物川で忍ばず駅に住み着き、気に食わぬ人間や悪魔にまでも危害を加える暴君、かつての不良外国人がごとき外来の悪魔を殺したい。かつての不良外国人がごときってこれ大丈夫かな、これ大丈夫かな、これ。私の場に賛同した者、あるいは私と同じくやつのせいで愛する家族を亡くした者、まあいいか。3000万か。もうお金もらうのありがたいよね。重要そうな証言だからクエストについ。はい、上野の南の川、霞ヶ関にあると。それにしても悪魔討伐隊か、懐かしい響きだね。懐かしいって何、どういうことなの。もう活動してないみたいな。いいのあるのか。忍ばず駅に絶対倒せない時があるんでゲームオーバーになる可能性がありますね。マスター、はい、じゃあちょっとこの面セーブ取っていこうじゃないか。そうだ、悪魔新しく作ったゼラロンズ作りましたね。よかった、これで済みました、ありがとうございました。上野の外に繰り出そうと思ってたとこだったんで、繰り出したら本格的に迷ってましたね。もうやめてたかもしれないね。マジで、ちょっと待って。ゼラロンズのステータス見たいよな。どんな悪魔かっつうと、スキルは、アギラを持ってますよね。で、ザンとジオ。で、三属性に対応してる。で、木彫りがあるので、視野もこなせるし、回復もできる。で、ポゼムリも検証しておきました。ゼボスインをこう、仕焼きできるようなレベルになったってことですね。はい、誠に喜ばしいと。ここは？いたぞ。いたね。おめえ、何べんぶっこだよ。ハンター。よし、じゃあやりますか。でっかいね。いい、そいつは恐怖。ちょっと待って、これはどうする。なんかアイテム使うか。これはさ、マハジオストーンとかそういう系のやつでかけてみるか。何が効くか分かんないけど、マハジオストーンいっぱいあるからこれかけてみるか。通るね、通るね。よしよし、これでいこう。放電。大したヒットしなかったな。マハラにかけてみるか。効率的にダメージ与えてるっぽいな。こいつは次に回しておくか。はい、次。またアイテムで。マハラゲージなかった。マハジオストーン。よし、よかった。
じゃあやりますか。弱点を探さないといけないですよね。それとも落下者、多分雑魚だろう。多分予想では火炎が弱点か。なるほど。じゃあまあいいか、落下者受けるか。でアギラを、アギ、あ、なんか火炎によく対応できるパーティーだなこれ。そうだよね。じゃあここはさらに落下者受ける。ジェラロンズ物理見ますか。で、さらにアギト、これで OK かな。あ、デカージかけてきたか。あ、プリンバだ。なるほど、ちゃんとアギ打ってくれるかな。あ、よしよし、打ってくれましたね。もしかして敵の行動パターン操作できるかもしれないんで、タッカー仕掛けておきますか。じゃあここでまだもう2割で終わったか。で、ちょっと殴るか。あ、倒したね。いやー、雑魚でよかったね。死んだら。コマンドだったね。はい、で、え、これやるとなんだっていうの。クエスト達成。はい、ピュアレータージ達成しましたね。金ありがてえ。久々にお金をもらいました。本当に節約しまくりだからね。うわ、何これ、生理的に受け付けないわ。首。はい、ヨナタン。な、何にも例えがたい匂いだ。めまいがする。すまない、ワルタ、僕には手に負えない。これわざわざ子宮を開けないといけないわけ。ラグジュアリーズさんたちはこういう時頼りないから困る。この首は俺らの勝利の勲章よ。遠慮せずもらって。お前、頼むわ。これはどうしろというのだ。はい、まあいいか、とりあえず戻るか。何の用だ。あれ、いない。ピアノに食われちまった。ちょっ、あれ、お化けに頼まれたってことなのかな。はい、じゃあ南に行ってみるか。ここ入ってみるか。あ、いた、ケルピー。うん、いやいや、あなたがお持ちのその、それ、ありがとう。あと失礼、我らはピアレーのせいで忍ばずの池から追い出された身。ささ、その汚らわしい首をこちらへ。はい、渡す、渡さない、渡さない、すると戦闘かな。渡さないにしてみるか。あなた方には不要な、わかりました。あ、だだ、ちょっと待って。助かったわ、今まですごく臭かったのよ。ピアレーの首しかと受け取りましたよ。に、あ、野郎ども、食べるんだ。ああ、 お安いご用ですよ。我らが橋にだって差し上げましょう。早速川を渡りますか。なんか割とこう。おい、野郎ども、フォーメーション B だ、 B で行くぜ。変な悪魔だね。あ、今回もう妖精ですかね。はい、渡ってきましたね。あ、入れないな。
んか拠点に来たかな。あ、来ましたね。ここに拠点があるのかな。敵普通に出るぞ。エイムする。スカウトしてみるか。ジャリュー闘病。うん、これぞグッドタイミング。いい仕事。ちょっと詳しい話は聞く。うん、あー、なんかクエストもらえるのかな。新しい、はい、まあ多分やらないと。自分は老人だ。うん、マッカ高えな。ごまかす。見破られた。ダメか。300マッカでかいよね。あ、ザンマ持ってるんだね。ガン持ってる。右なんだ。あ、お前らさんですね。若い頃はやんちゃだった。無垢だけがいい。ダメだ、心が狭い。しょうがない、やる気ないか。弱点はジオと見た。はい、違うな、ジオではないのか。ザンではないだろう。アギか。違う。いや、しかし倒した。あと王手できるだろう。いけるかな。ちょっと待て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 。またお前らさんいる。どうするか。クイックシルバーがいるな。クイックシルバー弱点何なんだ。とりあえず右火炎かな。火炎かけてみるか。よし、弱点だ。アギラをもったいないか。物理で。左のやつどうするんだ。ザンかけてみるか。よし、クイックシルバーの弱点ザン。物理で。物理。よし。死者のなんだ。死者の爪。ありがたくないアイテムだな。それはダメだろう。それご遺体でしょ、それは。アプリボード30を超えましたね。使おうかな。あ、デクンダメシ。ありがてえ。眼耐性。なるほどね。30ポイントのアプリモードポイントどうしようかな。何に使うか。クソ、ザマいてよ。マジで会話してさ。仲間なれ、そろそろ。どこへ連れてくれる。そうだね、戦場だ。一緒に戦おう。うん、モルクさんの味。仲間の味か。仲間の味を引き換えなんて、さすがにそれはできん。できんと応じて応じる。マッカ、ごまかす。モルトキだった、バカめ。マセキン、もう十分やっただろう。よーし、やったー。ジャリー、闘病仲間になりましたね。ふぅ。ここは何だ。おい、こっち来てんじゃねえぞ。ん、またなまった汚れ人ね。聞こえてんのか。ここはガキの遊び場じゃねえんだ。おちゃんの言うことわかるだろう。ん、わからない。まいったね、言葉通じないのかね、兄貴。しょうがねえさ、田山さんの教育方針なんだからよ。いえ、言葉は通じています。鉛が少々きついようですが、僕らは悪魔討伐隊の基地を探しています。この辺にありませんか。なんでそれを知ってるんだよ。おめえらどこの紹介のもんだ。そういや、司会のやつらが
天使が来たとか言ってたな。しつこいね、あんたらも。俺たち地上から来たけど、天使じゃねえ。兄貴、やっぱりこいつだ。上等じゃねえか。え、ちょっと待って、やられる前にやってやるな。あ、ちょっと待って、戦闘になっちまった。俺が足らかいの怖さ、その体に叩き込んでやる。地上に逃げ帰ったら、てめえらの神さんにこう伝えな。足らかいに立てつかない方がいいっつってな、天使ども。この汚れ人も悪魔を召喚するのか。長細い小さな箱をタッチしてるぜ。あれが汚れ人のガントレットみたいだ。長細い小さな箱、なんだ、スマホみたいなやつかな。スマホみたいなやつでこう、いや、てか iPhone かな。 iPhone で悪魔を召喚したらできるんだね。僕のやつでもできるかどうか。今日は物騒な世界ね。はい、土蜘蛛か。土っていう彼では弱点は電撃ではないかと。あ、違う。じゃあザンマかけてみるか。あ、弱点これだ。頭部を入れといて正解。死にやがれ。ここはタルカでかけておきますか。なんか MP 少なすぎる。あれザンだっけ。ザンだったね。よし、あともう少しだぞ。闘病ニヤッとしている。ここはさらに戦ってくれますかね。次のターンで決める。このポイズンクロー、あ、結構痛い。このターンで回復しないといけないな。そうすると最初のターンはザンで攻撃するか。ニヤッとしてますね。これ物理で殴ってくる。で、ここは物理で、あ、倒したか。よし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 、まあまあ切ってくれました。兄貴の悪魔が。こんがきや。やっぱり天使はただもんじゃなかった。しつこいね、おたくらも。天使じゃ。天使、また逃げたわ。鉛の彼らもお忙しいのだろう。うん、あ、ネギドストーンは別にいいけど、経験値高いね。これは結構おいしいから。よし、じゃあさらに先進みますか。今回はじゃあ行ってみるよ。この先に基地があるのかな。あーっと、しまった。ごめんなさい、塗装病がいる。解放していく。腰なんてない。腰なんてないですよ。ん、これは、あー、上とかに行けるのか。あ、基地来ましたね。来た来た。入れるけど誰もいないな。ん、デモニカだ。うわ、黒き侍って、あれ、見つめてる。なんだよ、ぬか喜びしたぜ。黒き侍を見つけたと思ったのに。関係者かな、あいつ。肝心の中身はいないみたいだ。見間違えるのも無理はない。黒き侍が身につけていた鎧にとてもよく似ている。しかもこんなにたくさんあるとは。ねえ、腕のところガントレットに似ていなくって。私と同系統みたいね。バローズちゃん、わかるの？サーチモード実行。これは悪魔討伐隊の隊員が着用するデモニカという戦闘服だわ。ここで初めてデモニカというタームが出てくる。デモニカ、それがなぜ私たちのガントレットと一緒なの？さあさあって、あなた、
バローズ、そもそも悪魔討伐隊とは何なのだ。いや、そのままじゃないの。悪魔討伐する部隊なんじゃないですかね。違うんですかね。それとはまた別の意味があるんですかね。データによると、東京に突如現れた悪魔を殲滅するため政府が設立した戦闘部隊よ。あ、そうなんだ。自衛隊とかかな。今はもう存在していないようだけれど。あ、そうなんだ。突如ということは、東京にはもともと悪魔はいなかったのか。もしかして黒木侍はその悪魔討伐隊のもの。私、隊員名簿のデータは持ってないの。残念ながらそれはわからないわ。おい、みんな、こっちでいいもの見つけたぜ。魔法の異物かもしれねえ。使える武器や装備品があるみたい。いただいちゃいましょう。あ、装備？ノックステア、ブラックデモか。やったー、装備更新できる。ありがてー。ところでワルダ、手にしているそれは何だ。ああ、これ、そこで拾ったんだ。なあバローズ、この薄っぺらい小さな板は何だ。それは ID カードね。この施設の扉を開くためのものでしょう。俺落としちゃいそうだから、お前が持っててくれ。はい。あ、さっきの扉開くか、これで。クエスト、いい感じに進んでるみたいね。うん。はい。悪魔討伐隊の基地、ここではないのかな。とりあえず装備変えようか。ブラックステアって剣かな。あ、違うな、ガン。これだね。うん、なるほど。対象敵全体か。まあいいかもね。そしたらあとは上半身かな。ブラックデモニカ、はい。残に弱いのか。しかし喉に耐性があるな。なるほど、じゃあデモニカにしときますか。頭、頭はないのか。あ、これか、デモニカ。いいですね。うん、ジャックボタイっぽいね。はい、じゃあ今回はここで終わりにしようかなと思います。ご視聴ありがとうございました。